さあということで始まりました、はい、ピーチキャッスルの仮のお時間ですああ始まったさあということでこの番組は毎週水曜日の夜の7時から8時まで1時間楽しくお送りする番組ですはいお送りするのはピーチキャッスル毎週のショートピーチキャッスルの、えー、最近まで超縁でした <laughs>、えー、非常に今日も治りかけているので感情がハッピーハッピー ノーバル勇気ですはいよろ,よろしくお願いしますえ腸、ー、炎だったのかはいそうなんですいやなんで今日に肩こってロボットってそうなってるの <laughs> どこの病院行って薬のがそんななるもんいや <laughs> 薬でじゃないですけど <laughs> はいはいはいいや腸炎でねいやなんかなだってずっと風邪かもしれんとかな<お>体調悪い体調悪いって言ってガタガタガタもう顔もめちゃくちゃ 青白く顔色悪かったけどないや,やばかったぜマジで<あ>本当に <laughs> で結局何病院行って腸炎だったああ腸炎だった腸炎,腸炎あ,あでもインフルとかではなくてよかったないやマジでよ最初風邪ひき始めてはいはいはいでそこから3日ぐらいして治ってきて 治りかけぐらいだったのかなそして治りかけててあもうマもマう大丈夫だろうと思って飲みに誘われたからはい、はい、先輩にね、うん、飲みに行って次起きた瞬間にはもう体爆発、うん、<laughs> ここぞとばかりに<ー>治りかけてたのにな <laughs> ちょっとしたアルコールお酒でまたバギャーンってああびっくりしぶり返しのやつが一番きつかったよねお前死にきつかっただって俺 いやあの首らへんとか触ったけど湯たんぽ下げてんのかなと思ったのにあんなにいやめっちゃ熱かったよお前ほんとにやばかっただろうなやばかったえでも腸炎だったら何お腹とかそういったものは壊してはなかったばめちゃくちゃ壊してたよ、ね、壊してたんかいああ<ー>壊してたんかいびっくりするぐらい壊してたよほんとにえでもそれはだけどもう薬 病院行って薬もらって飲んで、うんうん、まあ一応今はまあ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 大丈夫ぐらいのああそうだなまあでもまあまあ,まあまあたまにちょっとなまあ今もなんかちょっと響,響く時は響くけど、まあ、全然あの頃に比べたら<の>だってお前 <laughs> あのー、ハッピーナハの沖縄花月があるでしょ、うん、その舞台の袖というか、まあ、非常階段とかがあるんだけど、うん、そこになんか どっから持ってきたか分からんけど布団引いてから非常階段のこの踊り場みたいなところでポカリスエット2リットルと携帯とマスクとうずくまって寝てるとき防空壕かなと思ったらやめろお前いや本当に何が防空ご人が死にそうなって病人っていうかもう。 あそこ行ったよ、負のオーラーがもうプンプンしてたからもう立ち入らんかったやつ、そこは本当にあそこ行ったら多分俺も映るんだろうなと思ってた何かしらが何かしら確かにみんな,なんか上から眺めてたもん <laughs> <laughs> あれって、あれ、東原さんですかどうしたんですか大丈夫ですかって,なっていやなんかちょ、長んらしいからそっとしてあげてってなって。 もうだから毎日後の昼公演とかあるけど、うん、そのめちゃくちゃ体調悪い時この一公演分ぐらいの体力しかなかっただろうそ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 ,う <laughs> その時の体力でそれ前後はもうずーっと温存してるようなそうそう,そうです眠ってね眠って腸炎流行ってんのかおいいや分からん俺腸炎俺かかったことないわけよはないないない俺一回もないわけよ生まれてから今まで嘘だろ風邪とかインフルとかもあ,あるけど 腸炎か,かったことないだから、超炎になったらどんな感じなのかがもう全く想像できないんインフルレベ。インフルよりやばいと思う。<laughs> インフルよりやばいじゃもう死にきついよ。いやいやいや、インフルも相当鬼だよ。じゃやばいよ、本当とに。38、9度ぐらい、パコーン熱上がって。いや、だってほんとに俺も寒がってたぞ。うま前、寒がってたな <laughs>。それにプラス、なんかそのお腹の痛さとかが入ってくるの <laughs> そ,うそうそうそう。 やばいな、だるさと。気づいてた、お前、この4日前とか3日前とか終始猫背だったよいや、うずつくんず。ずっとグーって、おぐうって、ずっと猫背で。そのまま丸まるんじゃないかなと思って、<laughs> アルマジロみたいに黒って。黙れ、お前。いじんな、お前。いやいやいや、病人で <laughs>、ね、いじっちゃいけんかもしれんけど。いやいや、そういうことになるば。 で腸炎って何が原因でなるばいやだから食<べ>あの食べあなんか負担かけたりとかさ、うんあま、ウイルス性だったらうつったりとかもあるけどあでも周りのね <laughs> 同期とか後輩芸人とかで腸炎っていうのはあんまりいなかったかなと、うん、まあでも、まあ、確かにあの後輩芸人のアリンクリンのクリスが返答炎になってた、うん、え扁返答炎 喉のリンパがめっちゃ腫れてて熱出ていついついいやそれもだから2週間前とか,<ー>だからそれが映ってんのかなってちょっと思ったわよあーじゃなくて腸炎でしたねそうそう,そうでも喉はそんなに痛くないって言ってたから<ー>腸炎だったんかい恐ろしいですよ怖っだから皆さんもね、うん、本当にね58号線の渋滞には気をつけてくださいよいや何の話かや腸炎の話でよ 交通,交通渋滞の話とかしてないよ、してない、してない<ん>、全然かかってないああそう、びっくりした、的外れすぎてびっくりした今あ<れ>、今、新しすぎだろや、なんで急に渋滞の話になってるやん、それにしてもバックサウンドが、<laughs> <laughs> ジャジー、<laughs> ジャジー、<laughs> ジャジーなバックサウンドで <laughs>。 さあということで、はいえー、この番組ではメッセージを募集しております、はいえー、メールアドレスが7 9 7 f m k i n o 1 c o m 7 9 7全部小文字で FMGINOWAN.com となっております、はい、そして本日もツイキャスで動画配信をしておりますツイターと連動しておりますので皆さんたくさんのメッセージをお待ちしております、はい、よろしくお願いします,いしますはいありがとうございますねしますそしてです、ねえー、番組後半にはです、ね、全力トークというコーナーがあります、はいえー 今週の全力トークのお題は異性の友情は成立するのかしないのかとなっております <laughs> いや異性の友情は成立するのかしないのかいうなってどねまあちょっと少し変わったというか、うん、まあまあまあ、まあ となっておりますので、ぜひ皆さん、えー、番組後半ではメール、メッセージ、ツイキャス、コメントお願いいたします。はい、お願いします。はい、ありがとうございますね。まあ、ということで,ですね、ちょっとあの、番組前半の、ちょっとしたタレコミ情報がございますので、<ら>はい、読みたいと思います。<laughs> どっちがモテるの、モテたの、場合、ウリズン桜中曽根。あー、なるほどね。うんうんこれはもうト原バルさんじゃないですか まあそうでしょうね,ねえもうモッティモティだからねうんモテモテの上はもうモッティモティよ<も>モッティモティのモッティモティ嫌ラキラ,キラれもんだったから <laughs> <laughs> モッティモッティの嫌われも、うん本当にそうよ <laughs> まあまあでもどっちがモテるモテてたっていうのなんかな難しいよな、はあなに自分がモテてたとでもいいだけだなお前 いやあの小学校の頃はぶっちゃけ死ぬもんって言ってたやつだ黙れ嘘つけ小学校の頃はもうバレンタインデー12個とかもらってたからいや嘘つけいや本当本当殺到してたよ殺到してたチョコレートでお返し小学校の頃だからお返しのホワイトデー何渡していいか分からず悩みすぎて泣いた思い出もあるわキモあもう分からんってなって死に気も死に気も何がいいんだろうって,なってキモいんですけどだからもう雨にしたわもう雨玉ええー、瓶に入ってる雨玉をもうちょこちょこって買って そんぐらいでもそんぐらいかなでも高校中学校とかそんなもててないし、ミ里工業だし。まあな。うん。男子校だし、<あ>ほぼほぼ。確かにな、うん。全然女と縁のない学校に行きましたから。あーまあまあまあ、うん、どん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 野生に顔が近くなっていったからでしょうね。<laughs> まあ、ワイルドな感じの人が好きっていう人は多分僕の顔好きでしょうね。ね、ワイルドじゃないぜ、お前。ワイルドじゃないわ。うん え、ちょっと待って。鼻の下がキモいわけ。鼻の下ワイルディはない。ワイルディはない。え、鼻の下がもしかしてアニマルティが強い。そうそうそう、アニマルティが強い。ググググってい出てきた。ドラゴンボールで言ったら、なんかあのご飯が月を見て、大猿に変身するちょっと手前ぐらいのやつ。ああ、いいように言ってるな。違うね。いいうに言ってる。 ドラゴンボールで言ったらお前はセルセルセルの口あんな口元したらやばいよオレンジ色のカプセルであってやばいよじゃあそれぐらいなんかねちょっとねいやいや嫌な感じっていう意見もありますよあそうなんだちょっと口元離した口元が嫌だっていう人なそうそうそういやそれは心外だわツイッターネームヒーローちゃんさんからの投稿ですねありがとうございますヒーロー前翔さんタイプってあらええ えー、大丈夫ですか僕ググッとタイプですよ口元本当にググッと伸びてますけど、ね、いや嘘でしょまあまあまあいろいろね好き好みありますからね<ー>そうそうそうトーバルさんみたいなタイプもいいっていう方もいればまあ,あ<ー>、まあ、俺みたいな感じのもいいっていう方もいますからね,ねまあ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 ,、まあ、まあまあまあいいでしょうあ,<ー>、はい、ありがとうございますでもなんかそれにしてもおかしいような気がしますよねそこはそこはそれで乗れや そこまで否定はするなって <えー S 1> さあ続いてえ <ー S 1> え誕生日でもらって嫌だったもの嬉しかったものを教えてくださいバイウリズンザクラヤースさっきのお曽根の相方ですねなるほどめちゃめちゃおデブちゃんのやつから誕生日でもらって嫌だったもの嬉しかったもの嫌なものってある誕生日でお いやまああるっちゃあえでも俺嫌だったものがあんまりないないないけど強いて言うならうあの小学校6年ぐらいかな<う>にあの親から誕生日プレゼントって言って<う>あの何、ー、だっ,たっけエコー。 サイのマークのブランドがあるさエコーっていうののトレーナーもらったわよ<う>であまあ別にあまあエコーそんな,なんていうの嫌いでもないしスケボーだとかいろいろこういったストリートのブランドだから<う>あいいなと思ってたんだけどそうだなうそうそうでお母がなんかがかあんたに今から冬が来るからエコーのなんかパーカートレーナー買ってきたよってなってあや<う>ったと,と思って飽<う>きるやし<う>、ええ、スカイブルーいやいやうよかったういう色が,色がトレーナーの色が 薄まさも水色ばいやいいやし水色は綺麗いやしさ飲んでよ水色は綺麗やしさお前は変な色のやタンクトップとかしょっちゅうやしいや確かにまあビビットピンクとかサンライズオレンジとかなんかそれなんかそういうのは持ってたけれどもなんだそれはサンライズオレンジっていういやもうサンセットの夕日ぐらいのオレンジのタンクトップとかビビットピンクはもうほんとにほぼショッキングピンクぐらいの だけど<う>あんな本当にスカイブルーのエコードトレーナーはあな黒とか赤とかだったらまだ良かったわけよ。<う>水色ってと思って来たけどいや来たばや,や来たけど小学生だから切、まあ、るけども<う>水色ちょっとむずいなと思ってあなるほどな他のそのハイカラハイカラのハイセンスなのか何なのか分からないけどワッタオカわもうデイジなんかこういう。 色明るい色めっちゃ好きばあってああじゃあお前親の影響やしもうだからお母があのー、昔この授業参観とかに来た時とかは<う>なんかもう肩パッドガリゴリゴリ,ゴリに入ってるなんか赤のなんか<う> <laughs> ワンピースではないけどそういうジャケットとかのなんかもう楠田絵理子が着そうな感じのやつとか持ってればって <laughs> <laughs> もう世界丸見えとかに出てきそうな感じの <laughs> <laughs> 続いてはこちら <laughs> っていう肩 <laughs> パッドピーンって <laughs> やってるやん お前なんか嫌だったもんとかあんの、えー、ああ俺なー、うん、やっぱあのー、誕生日うん、えー、手作りのねーケーキとかねーああなるほどねーうんいやでも、うん、えーえー、でもそれだったらもう付き合ってるはわけじゃないのではなくてああじゃなくてなんか普通になんかもら,もらったりとかあるじゃないですか、うん、普通にはい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 い,やー別にいいいいやんですけどねうううんうん、うん 苦手だからさ俺は分かるよ手作りがお前苦手だもんなああそうなのよおにぎりとかもケーキとかもうんそうケーキがなそうなのよ嫌なのねそしてツイッターでもヒーローちゃんさんからの質問「男の人は手編みとか手縫いのものって嬉しいですか重いですか?」ああこれはね まあ正直人によるなそうだな彼女とか奥さんとかだったら俺はまだ許せるお<う>全然なんか手袋とか<う>マフラーが一番いいぐらいかな<う>まあうんマフラーぐらいがいいかな<う>だけどそうだね知らない人から急になんか手作りなんでとか言ってもらうとうああえっ、ー、ってなってどういうも、まあ、にもよるな<う>俺は。 え、でも手編みって言ったらもう手袋マフラーとかじゃんいや、ちょ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 、なんかこのマットレスとかさ <laughs> マットレス <laughs> <laughs> クッションにするとかさあ <laughs> あ、ああ、ああ、そうだったら俺家で使えるからあ、はい、はい、別にいいんだけど、うん、マフラーとかさ、うんうん、手袋とかはさ手袋ちょっと重いかないや、マフラーも一緒だよ、お前そう,おうああそれが俺、お揃いとかだったら嫌だわけは お揃いのとかだったら、いや、なんで。なんか、それは。はずい。なんか、それ。な、寒さだが冬これ作ったって言ってお渡されたんだったら、もう全然、彼女、彼女とかだったら全然大丈夫。揃いのマフラーはちょっと嫌だな彼ああ。彼女でも。うん。彼女でも、なんか、なんでよ。揃いのマフラーとかは、ちょっと怖いなあ<ー>。ああ、うん。 そしてツイッターでもヒーローちゃんさんから投稿ですね髪の毛入れて編むんですよふふふーフー怖さよやん嫌だよや重すぎだよそれは重いよそれは重いよ髪の毛入れてやるんだったらえー…いやでも人によるな俺もそれわえ嘘彼女とかとっ別にいいんじゃん髪の毛入れて編むわけバカかや取り入れんねんやヒーローちゃんのそれ取り入れんねんいやちょお前誰の髪の毛だったの今やうんただ人によるなってお前それなうん お前前あれだろおおそりゃ何お母さんだろ <laughs> 嘘八800何嘘八800いやお母さん大っ嫌いや,やめろお前いやいやお母さんの髪とか絶対入れてあんたお前絶対燃やして捨てるだろ好<は>き転んでお前首から巻くかお母さんの髪の毛が入ってるマフラーだぜとか言って <laughs> そしたら俺本当にどうしたら大丈夫かお前本当にっていう俺いやいやトークのエピソード <laughs> すぐさま <laughs> トークのエピソード行き <laughs> あ面,白面白がってってことな <laughs>、うん、<laughs> やるけ絶対いいやではいさあ続いてはいえーっとですねえ僕の大好きなバキの顔顔真似をやってくださいツイキャスで絶対に見るんでバイオリジンコーポレーションしんとすけしんあ<ー>同期の同期の本当か えー、来てますもんね、うん、だって僕の大好きな顔真似をやってください信用ツイキャスで絶対見るんでってなってるんでいやこの今ね6名の方見てるんでこの中に今新十歳のシーン入ってますよかりますでカメラこれですからねはい、はい、じゃあそれではトーバルさんの「バキ顔ものまね」まで321いやがっつりバキ顔 すごいニーンとしてるニーンとしてるよいやもう見てないだろ絶対なんだわこれ本当トかおいしいやいやし見てるんじゃないですか見てないだろ見てると思いますバキ顔して8目に増えたけど終わったら6に減ったけど10あんのか10あんのかなお前ずっともうバキ顔でこっちいといたほうがいいんじゃんもうそれだったらはいはい さあえー、続いて最後ですね、沖縄吉本の日記生にいた同級生は元気にしてますか場合、えー、ガジラ・エトということで<お>、えー。これはあれですかね、あのー、僕たち地元の同級生の。 今もう辞めていなくなったんですけども三品クルーっていうコンビのもう吉見文也のことですねもういいですよ辞めたやつはそうですねあいつは今ローソンで店長やってますいやいやいやローソンの店長かあいつ店長なりいやすごいなおいそう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 ローソンの店長って相当すごいよお前来年には自分の店舗構えるらしいですからねやばさよやどこでええんか沖縄市方面でもしかしたらやるかもしれんからマジなもうバイトしたくなったら行ってって言ってたけど 夜勤とかでもマジで言ってるはやるさじゃんだけど一応もうしっかりとシフト通り働いてもらうし上下関係はあるからやばいやつさん <laughs> そういうところあるからないつもまあ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 でもだから前ここ1年ぐらいはずっと店長候補とかマネージャーだったけど最近も店長なってるから、はい、なんか店長証書っていうか修了証みたいなのなんか持ってたぜへえ<ー>わざわざ俺に店に来よったやつさ 夜の11時ぐらいになんか急に電話がブブってなってから起きてるってなって起きてる今帰ってきたってまじでちょっと見せたいもんがあるから外出てきて家がめっちゃ近いわってねなんかな思ってまちょっと久しぶりに同級生と喋るのもあったからちょっと喋ろうやさって来たらんか「ディディー」とか言ってなんだわその効果音はいや分からん俺も分からんそいつが言ったからよしみが「ディディー」とか言って向けられて俺は何こいつ気持ち悪うと思ってみたいな えー、ローソン店長終了証明書きのやって聞いておいってなって、うん、お前店長になったわ店長になったぜーとか言って死に張り切ってるわってあーすごいあーおめでとうって,って<ー>いやーありがとう帰っていけたやばっただの自慢何かなと思った芸人に向いてないな <laughs> そいつやっぱりやめて正解だよ <laughs> まあ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  <laughs> 同級生ながらにだからの同級生のノリがもうプン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 してましたけどまあねフミヤさん頑張ってくださいねはいありがとうございますさあじゃということで以上前半のタレコミコーナーでしたありがとうございますはいさはいじゃあ全部言いましたあれとかは言いましたよですか全部言いましたよはい。 はい、えー、じゃあ、はい、それでは1曲お聴きください、はい、松田聖子で「バラのように咲いて桜のように散って」ふるっ知らないのらこの曲いや松田聖子分かるよこれだよこの曲うんだって俺ネーネーとかがめっちゃ聞いてたもん赤いスイートピーとか

いや松田聖子だよなこれな。松田聖子だよな。<laughs> <laughs> もじゃない, <laughs> いや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 ,いやもう聖子ちゃん。 介護老人ホームの <laughs> これ誰かもカバーしてなかったですか中島美香とかがやってたような気がするんですけどしてないかな 一曲ね、いきましょう、はい、今日はい,いいです全然 <laughs> 9年松田聖子だわ さあ、ということで、引き続き、ピーチキャスの狩り、お楽しみくださいお送りした曲は松田聖子さんだったんですけれども、いい歌声でしたけれどもね、あの、ツイャス見てる方は、あの、CM 中は、あなたがすごく熱唱してましたけれども。何ですかいや、もう、なんか、バインダーって言ってなかった、お前。バインダー、ミヤミヤとか言ってない言ってないよ、お前。 だから、お前、ゆゆるりらない。うんここ,ここいらでもう、ない,危ないもう <laughs>、すごかったり、もう <laughs> 何が、はい、いやいや、もう、ほぼほぼ、もう、雑音でしたけどね、<あ>いや、嘘つけ雑音でしたよ、雑音。いやいや、普通でしょ、皆さんの反応もいいし、いや、全然よくないでしょ、お前、ツイキャスのコメントなんで、お前、<ん>ヒーローちゃんさんなんで、お前、トーバルさん,病んでる、病院行った方がいいんじゃないとか。 何言ってんだよお前は <laughs> いやいやもうやばい情緒がやばい急に急に怒り出すなお前 <laughs> そしてあなたがねなんかピアノの弾き真似をしてるんですかね、はい、ヒーローちゃんさんが、えー、スティービー・ワンダーの真似じゃないよや <laughs> ずーっとこうなんか揺れながら「いやいやもうスティービー・ワンダーなってる」<laughs> なてる「なってるなってる」<laughs>「いやなってないから」<laughs> なってたわ「なってたわなってたわ今」<laughs> しかもお前ちょっとちらっとそのコメント見て笑っただろお前今ら自分でこう見てさちょっと似てるなあまあありますけどもねはいさあじゃあということで番組後半ということなのであのコーナー行きましょうかはいそれではいきたいと思います全力ーット さあ、ということで、全力トークのお時間です。こちらのコーナーはテーマを設けまして、はい、そのテーマに沿ってトークしていこうという超絶シンプルなコーナーとなっております。はい。そして、今週のお題はですね、番組冒頭にも言いました。 異性との友情は成立するしないとなっておりますなるほどねさあということで2人はどっち派友達と思ってた子から告白仲良しの異性に恋人ができたらなどなどいろいろありますうん絶対に成立しないな、うん、あ<ー>絶対にええー、成立しない絶対にない成立しない、うん、あこれってどど,どのラインかにもよるけどな だから女友達っていうのはやっぱいるさ、うん、だ,だから何ていうのそれ以上行く感じもないしいだからどういうこと女友達っていや女友達はえむずえ女友達はもう女友達じゃないなんかえー、えー、一緒にご飯行ったりだとか、うんえー、そういう久しぶりとかでなんかちょっとお酒飲んだりとか あそうそうそうあ俺は女友達はいるいないいやいやいるって <laughs> なんで今いや本人がいるって言ってるんだろ <laughs> はあ女友達はいやいますよ <laughs> だからいやいや,いやもう本当に友達としてってことでよ <laughs> だ,かだからそれ以上なんかこのだからその一世に対してそのなんか好きとかそういう感情は分からない俺 ああなるほどなそうそうそうだからこの、えー、好きかもなっていう感情が湧く人は多分結構いると思うけどそうなってしまったらなんか全部が全部終わりそうな感じ,じゃないこれまで告白しちゃったらとかなんかいやなんで,で女友達でい,るいるでしょ

あの何、ーうん、て言えばいいのかなわかるわかる結構難しいーうーんあまあまあああだからそれこそヒーローちゃんさんから、うん、あゆみちゃんとは成立してますよねっていうあっ大矢あゆみ,ゆみ同期の芸人だからあゆみにはそういう感情ないさ絶対好きになるとかいやあいつはまただから、うん、だまあ芸人っていうのはそ <laughs> うだしうんうんうん 芸人じゃんそうそうそう。だからだから仲間っていう感情が強いからさはい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 だからなんかそれに近い感じやさ。俺はなんかあゆみと一緒に遊んでるような感覚の女友達はいるってこといやじゃあその女友達がいきなり「じゃ好きあ好きだ」うん、っていうわけじゃないけど酔っ払ってチューとかしてきたらどうするああやべえねえっいやどっちの <laughs> いやいやあのー、いやそれも多分笑うはず俺 そんな真剣にでけないやいあいきなり中ってっていうえー、そうそうそうなあうんうんムーディーな感じにはならんともこれああなるほどななんかもしその女友達とかがムーディーな感じで来られたらちょっと待ってなんか怖い展開になりそうなんだけど今どういう心境ですかって多分俺聞くかもしれない、えー、そう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  だかからなんか居酒屋とか行ってただ最近どうとか仕事の話聞いたりだとかそういったのは全然あるち、うんちん見せれるちんちん見せれるってお前すげえな、うん、いや <laughs> ちょっと待ってください <laughs> 1>, あの1対1の飲み会でさすがに俺がえ見て見てチンチン見てって,言ってボローン見せたら多分俺マジでやばいやつなんですけどじゃ <laughs> 違じゃうじ違ゃう違う違う男同士だったら見せるだろああ見せるれそれとは友達として見せてる <laughs> だから見せれるジャンバ <laughs> いやさすがにやんにさすがにチンチンボローンはやばいだろマジで、うん、じゃあ俺の中でさなんか俺ああ 大人数の飲み会とかで女の子女友達がいるんだったら俺は全然見せる1対1の時にはもうすごいよそりゃいやもうじゃあそれはもう異性として見てるじゃんいや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 異性は異性だけど <laughs> いやていやだって究極すぎるだろういやいや俺はじゃなえどういうこと異性じゃスタッフはいるのじゃあスタッフ、男の人なんですけどうん女友達い異性の友達います喋ってもらってのあのー 普通に遊びに行ったりとかする人はいますよ、いちいちでただ、相手がいます、もちろんあ彼氏とかが、はいはい、ということで、じゃあ、例えばですよ、例えばじゃあ、その人が注意してきたとして、正直に答えてください、体だけの関係でもいいとしましょう、ありえますいや、もうその人はありえないです、ただ人によって変わる可能性は十分あるとは思ってます。 なるほどな、はい、すごい大人な意見でした今 <laughs> いやいやでもまあ<う>友情これって何なのこの肉体関係的なものになってしまうあのさ違う違うだから究極言えばさ自分のタイプじゃないやつとは友達になれると思うのよ、うん、ああはい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 、はい、自分が少しでも可愛いなって思った時点で絶対友達になれんから、うん あーまあ少しのアプローチと下心とアタックは少なからず起きそうだなだろうんだけどそれって死にあの序盤の頃だったらいいんだかだからお前も友達いるとか言ってるけどその友達ブスだろ、うんね、ええ謝れや <laughs> 謝れや <laughs> はいや普通だしブスじゃないしへえ <laughs> ブスじゃないブスじゃないめちゃめちゃ普通 ほんとほんとチュラカーギーかチュラカーギーでなんでそこだけ急に方言になったのやなだかやだから,だから,だ,からだからそういうだからもう要はこの居酒屋とかでなんかナンパして友達とかになるわけではないさ、うん、あなんか昔からなんか高校が一緒だとか <laughs> そういう人たちはなんかそういう一線には俺ならないわけよ いやあじゃあ例えば皆さんの意見ありますかちょっとね聞いてみましょうねはい、はいえー、ツイッターネームはい、えー、T ひがさんからの投稿ですありがとうございますはいありがとうございます、えー、高校時代の男友達の家に泊まりに行ったりしてたわ成立すると思うあらあらあら異性としてじゃなくていい理解者で今も仲良しっすっていうことねああ ティーヒガさんは女性の方なのかな男の人なのかな男友達の家に泊まりに行ったりしてたってことだから女性の方かティーヒガさんだからその相手のこの男の子もだからそういう別になんか手を出そうとかそういう気持ちではないと思うんですよああ遊びに来たかみたいな感じなんじゃなるほどねうん そしてツイッターネームヒーローちゃんさんからの投稿ですありがとうございます絶対ありえない<っ>絶対肉体関係なりそうっていうことでーヒーローちゃんさん自信はってことですかねああですかねまあでも肉体関係もありなんじゃん別にいやじゃあ友達じゃないやしいやなんか世の中にはそういう言葉もあるさはセフレそうそうそう いやそれ良くない言葉だよ、お前いや、だからねえ、そういういやいや、っていうか、だ大丈夫か、これ,れ俺たち大丈夫さ、ああ、そう、ええ、向きの案は大丈夫、<ー> <laughs> そうですね、うん、だからかこの、のセックスフレンドとかね、そういうお友達とかも、やっぱなんか、そういう言葉ができるってことは、うん、そういう人たちもいるってことだから、いや、もう、それ、友達じゃないだろ、えっ、えっ どどどうなんだろうそれはえじゃあ何なんだろういやだからだっていやそれはいいように会社、うん、あのついいようにまあみんな使ってる言葉だけどああはい、はい、でも本人たちからしたらいやそれも込みで本当は付き合ってるんじゃないか的なのの考えもあんのかな 女性か。付き合うまではいかないけど遊んだりとかエッチしたりとかはいけるみたいなことなんかやああ、それが友達みたいなっていう友達の論点がずれてるってことじゃないかだって今新しい言葉でソフレっていうのもあるでしょああほらねそれこそツイッター e にもヒーローちゃんさんからねソフレはっていうことでそういうねフレンドっていう言葉があるんですよね今ね 俺ね、これはこれでダメだと思うよ。いやなんでいやいやいそいねフレンドってことはだよ。あなたたちはそのソフレと思ってるやつらがいつ牙をむいてセフレに変わることに抵抗はないのかなと思って。いやいや、お前、じゃあさ、お前が友達だって思ってる女のひ、うん、女友達さ、女性、はいはい、一緒に寝れないば へえいやちょっとそれは嫌だな,なんでよ友達やったら寝れるだろ寝る場所は変えてほしいな <laughs> ハーチがお前男でみんな寝るだろ男同士であ,あ寝る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 いやだってなんでじゃあそれ女友達はダメだわああ別に意識してるやしいや意識はしてんけど別に寝てていいけどあのー <うん S 1> じゃあ俺ぶっちゃけ俺1回あるわは 昔あの23歳の時にこの学校の,このだから要は仲良くこう一緒に飲んだりとかそう俺はもう友達と思ってたわけだけどなんかめちゃくちゃ酔っ払っててもう帰れなくなってたからこれはもうやばいと思ってちょっ解放してあげないといけないなってなってで俺の家にこうおに恩虫連れてたわけで俺寝かして布団引いて寝かして枕もタオルケットもお布団も。 げて、で、俺はまた別で、ちょっと、え端っこの方に、また敷布団引いて、ちょっと、ちょっと離れてるところに寝たわよ。で、そんなんやる気も起きないし。で、俺も酒飲んでたから、こう、ふーんって眠ろうとしたら、もぞりもぞりって、なんかこう、横に入ってきて、急に、もぞりもぞりって、で、あれと思って、やばい、こいつ、酔っ払ってから寝相悪いやつはと思って、ちょっと向かって起きたら、もう。 その女の子の目が尻パッってられてるわよ。<う>もう俺一瞬それにもゾワッとして怖いと思ったよ。なんもうこんなこ<う> <laughs> 怖っ <laughs> 怖って。怖めっちゃ見てるから、<laughs> おおってなって。起きてるわ、お前。水飲むかってなって。気分悪そうだから水飲むとか言ったら、うん、大丈夫。あー、マジでじゃあ、もう明日も、えー、昼とかから仕事だと思うから、もう早めにすぐ寝て、もう明日からパパって帰ろうぜって。うん、わかった。とか言って、うん、そしたら女の方からなんか、一緒に寝ていいみたいな。うん って言われて、あ,あ,あ,あ、まあ、別にいいけどいいけどみたいな、なはい一緒に寝て、さ相手からなんかこのよう、くちゅくちゅしてくれば、なんかくちくちと気持ち、くすぐりを、ああなんか脇腹とかなんか急にトゥントゥンとかしてくる、ああで俺あ,あいってなって、うん、もうくすぐっただら脱げだから、ああもうね何々って、なンバーコーナーでしょ。したらなんか。 なんかええよもう何々そんな感じとかならんからみたいな感じで言ってたらなんかあそうなんだみたいなじゃあ分かったえちょっと1回だけでいいからチューしてって言われて「キモもうやめてくれ頼むぜ」と思って今までこんなやって一緒に飲みとかこんな付き合いしたのにもうその一言ですすごくなんか嫌な気持ちになってやらんかった。 さすがにうからもう明るくるだめだ,ー中しだ,めだーいいいとかしや気持ちる。ほら早く年齢するぞいって。何か年齢するぞって気持ちも気持も気持も気持ちもぐるりんってかぶってから。でどうなったの,その,のでそっから一夜開けてそしたらなんか女の子って多分言い訳なのか分からんけど「昨日ごめんね私ちょっと飲みすぎちゃったかもしれない」とかああ、はい、はいはい。っていう言い訳で <laughs> 言い訳っていうか来る場合そしたら「はい、いやー全然いいよ気にしないで」みたいな。 もう全然,全然普通普通とか言って、まあ、確かに、ね、お前も酔いすぎてたよこんなんも中途が迫ってくんないやみたいないやだもう恥ずかしいとか言ってで終わってまあ今でも別に普通に友達いや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 やばいだろい何が今でも普通普通じゃないよそれでまあそいつはもう何ばそのエピソードトークいや,いやだからマジでそ,そういうことでしょ、うん、なんかもう芸人かほんとにいやいやなんで普通モテてないエピソードとか話すんじゃんばいやいやいやだソフレって来てたから だから添い寝は絶対だめ間違う人が絶対いるって言えばいやいやないんじゃない今いやや絶対やほらツイッターネームヒーローちゃんさんもね、うん、ほらセフレと親友は違うさってほら言ってるじゃないですか、うん、まあ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 ,まあ、まあ、それはもう違いますけど、うん、いやでも親友っていうか女の親友はいないけどね、うん、女の親友はいないですね僕は、うん、友達っていう感じ あ、女の親友、うん、女の親友はいないですようーんだから絶対に成立はしないだろう,うーんまあ確かにな、うん、サ,バサバサバしてるやつはサバサバしてきそうだけどなどうなんだろうな相談してたら好きになるみたいなパターンはだからあのーあー それを狙うやつもいるよねいるな<の>いるあるのよそれわかる俺だからこのもう俺だからこうあいやない、うん、このだから、うん、最近彼氏とうまくいってないってばとかちょっと聞いてくれるっていうのはよ、うんうん、あのー、あんまり聞きたくないなんでなんかなんかよ周りから見ても ああ相談に乗ってるんだえもしかしてあの人ってこれねって相談されて、うん、その2人の間に恋が芽生えるパターンじゃないのとか思われてそうっていうのも嫌 <laughs> だしうん、うん、まあでも相談乗る分には全然いいんだけど俺もう完全にだけど、うん、もう相談されないおえ何にも <laughs> いやいや俺はそれはそれは <laughs> 何もないこういうの一回もいや恋愛とかのもう多分もう <laughs> <laughs> はっきりしろって言う言われるからだったもん俺ははい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 うじうじすんなよと。 もうだからこ、うん、全部答えを見つけていくからね。ツイッターネームモケさんからの投稿ですね。ありです。前代さんの性格は異性の友情が成立するかもしれないですね。はい、すああありがとうございます。ああ<ー>まあまあそうそう,そういやそう俺もするよ。まあまあな。お前もしそうな感じするけどな。なんで顔が急にギラッチみたいな顔してんの？ギラッチ？<laughs> ギラッチみたいな顔って突っ込み何？<laughs> ギラッチっていう。 いやまあだからそう<ー>女友達と一緒にちょっと軽く飲んだりとか仕事とかそういううん、うん、であと女の子ってなんか恋愛相談したがりやんにもうそうだし<あ>俺の場合ってああ本当にマジ内面みたいタイプだからさああ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 あっあああああああっああ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 はいああ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  ああはい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 ああ確かになだって多分普通はそうやって、えー、恋が生まれていくヤッシもんだよなそれが友達ってどういうことなのかなって思うわけ俺はだからなんかパターンとかにも揺れんに相手に彼氏とかがいなければ何か,い,い,かないや相手に彼氏いてもさ、うん、自分のこと好きにならせればいいんじゃないわけ うえうえいたぜ肉食系男子がおいおいそれツイッターのひィロちゃんさんですねありますトーバルさんはソフレからセフレになるタイプやかましい正解でーす正解ですじゃないよら正解でーす、えー、なんかソフレからセフレにない<や>俺が襲ってしまうってことそうそうそうなんかありそうだけどな逆ルパターンで言ったらお前襲われる可能性もあるしないやないよいや襲われてきたらどうする いや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 もうまずだから、うん、あのいいなって思う子しか家にいれんから、うん、いやだから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 、ね、だからだからき合ってない状態でしょうああまあしゃあないかみたいな <laughs> しゃあないかっていくわけ <laughs> <laughs> 分かりませんね、すみませんね、この話は。ちょっと難しいな。難しいんでね、一曲、もう一曲いきましょうか。いきましょうか、じゃあ、全力トークは以上ということで、えい友情は成立するのかしないのか、謎です、永遠の。永遠の謎っていうわけではないですけど、ちょっと一応、まあ、難しいお題であるけどな、まあでも楽しかったけどね。女子からの言葉も非常にたいことでしたけれどもね。はい えー、以上ということではいありがとうございますはいそれでは一曲お聴きくださいブルーノ・マーズでどれじゃん全然全然君が君が君いや恋愛全然かかってないブルーノ・マーズいいねオールディーズ感あるような感じの

<laughs> oh. Oh, 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 Pretty good, pretty mm -hmm. Sing sing

開始すると。来ました。 うん <laughs> と5分ぐらいですねじゃあ。 さあ、ということで、えー、あ,<ー>あっという間の1時間ということでま、はいえー、もう間なくエンディングということなので残り時間5分ですよ、はい、はい、ありがとう今日もたくさん喋りましたね<ー>メッセージの方は、まあ来てないということなんですけれども来てないですねまあ、はいはい、本当にね、うん、ちゃんと女友達になれるっていう人をね欲しいいつかあーまあ確かにうんなん,かなんかなんかな だっってやっぱりこの、だから要はそういう女のことも相談したいっちゃしたいし女に聞きたいもあるしあ<ー>だそういうのがやっぱできる人がいるよ、いるよ、できるできるまあ昔からね、うん、女子には嫌われやすいですからうん確かにな,女子の嫌いなところ、ただ本当に永遠に俺は男の味方あ <laughs> まあな 男性の支持率とかな男とかはめちゃめちゃ仲いいからなそれはもうそれでいいと思いますよ、はい、しょうがないですしょうがないしょうがないそれはもうしょうがないはいそれはしょうがないですはい 多くのものを失ったような気がする今回の全力投球のこんなか何かがなくなってるような気がしますけれども、はい、さあということでエンディングなんですけれども、はいえー、我々ピーチキャッスルからお知らせがございますお願いします、えー、10月の21日金曜日夜の7時からですね沖縄か月にてウチナーライブを開催いたします、はいえー、今ですねピーチキキャッスルが、えー、ランキング1位とということな この21日のライブで、まあ、月間チャンピオン。はい が決まるわけなので、まあ我々もう一トレードに頑張りたいと思います。で、テールチケット持ってますんでね、前売りが千円です。どうもよろしくお願いしますよ。お願いします。本当にね、見てくれてるね。はい。まあモケさんとかティーヒガさんもヒーローちゃんさんも買ってくださいよ。見に来てください。お願いします。はい。さあ、そしてですね、10月30日はですね、我々ピーチキャッスルの単独ライブメイドインチャタンということで、はい。29日30日の2日間です。 沖縄若手芸人の単独祭りがまた開催しますので我々ピーチキャッスルは30日の日曜日そしてお時間が夕方の3時からとなっております非常に来やすい時間と思いますんでこれはね本当にもう仕上がってきてますからね来てますので早い段階でもうチケット我々手売りも持ってますんでねぜひぜひ皆さん友達とか誘って助けてくださいお願いしますよ遊びに来てくださいホンにいやめちゃめちゃ面白い ライブにしたいいと思いますんでああでなんか今回の単独祭りがあのやったことない芸人とかが結構メインでねあまあねなんか<ー>5期生だとか若手本当に若手中の若手が若手我々若手ですけど、まあ、ね、1>, 1年目2年目の芸人とかが。うん すごいよね。一年目、二年目で単独できるってね。すごいよ。本当に。だからまあどういったライブになるのか。ぜひともね、まあ投資券で買うのも。まあ全然ありですからね。まあそうですね。はいはい。ぜひぜひ我々の単独ライブに遊びに来てください。はいお願いします。そしてすみませんもう一点いいですか。はい。10月の19日ですね。はい。来週の水曜日なんですけれども、今ですね東京から吉本沖縄ヶ月にちょっと一ヶ月間来てるあの瞬間集団さんのトークライブに我々ピーチカスのも出ますんで。ああ出る。はい。もしよかった そちらの方も遊びに来てくださいお願いいたします,、はい、しますさあということで、えー、本日のピーチキャッスルのラジオ借りは、えー、ここまでということで、はい、皆さんありがとうございますお相手はピーチキャッスル前城のとピーチキャッスルの東原でしたまた来週お会いしましょうさようならバイバイありがとうございました,ま,したまた来週 我的手，我在手。<少><少>